見ていてありがとうございます。ラスト1個の宝来の肉まんを食べながら準備をしよう。あ、ちょっと待って、これ準備して、じゃあ肉まんいただきます。うまっ。どこの肉まん、え、宝来のやつ、まだ余ってた最後の1個、召し上がれ、ありがとう。うまい。ちょっとご飯食べ終わるまで、ちょっと待って、ちょっと肉まんが食べ終わるまでお待ちください。やばい、死にそう。衣も腹減ってる。え、何食べようかな。ん、ハロウィンバーガーもうなくなっちゃった。今日の目標はいろんな人に話聞いていっぱい職業体験の約束すること。口の中に物いっぱい入れて食べるとめっちゃうまい。よし、で今日もストグラやっていこう。え、何かある、なんか臭そう、ここ。うわ、今日のご飯はお前たちか。やめてください。おいしくないです。猫も驚いてるわよ。おいしくないです。食いてるのか。食いに来ました。ここって店員募集してますか。やるか。ちょっとまずはメール、みんなのツイッター見よ。気肉ってなんだろう。この間助けてもらった、あの救急病院隣にあるから病院行って病院の人になんか次どこ行くっていいか聞いてみるか。こんにちは。お店は行ってない。お店行ってきたら。こんにちは。お店、こんにちは。あのここに来て2日目で、この間は助けてもらってありがとうございました。あら、うん、あらあら、かわいいこと。はじめまして。あ、揚げ物衣って言います。揚げ物衣さん、はい、衣ちゃんね。と免許取りました。おめでとう。すごいじゃないの。おめでとうございます。みんな嬉しい、褒めてくれてありがとうございます。車持ってないの。車まだ持ってなくて、買うためにお金貯めたいんです。おお、じゃあお仕事しないとですね。何かしたい仕事とかないの。体験とかしたい仕事。あ、でも接客業がしたいです。おお、いいじゃん。はい、ハンバーガー、割肉屋とかやっいますけど。あ、マレ肉屋今ちょうど行こうと思ってるんだけど、一緒乗ってく？聞いてみます？私も、ね、もう何もかも知らないんだけど情報。え、はじめましての人ですか？最近。はじめまして。私はサンクチュアリカエコ。かっこいい。よろしくお願いします。かっこいい。コロモちゃんね。はい、コロモです。88番です。88。ありがとうございます。88。88。マシロちゃん、おはよう。そんなことないわよ、ちょうどだから。何ですかこれ。車買うときの好きにしな。おめでとう、合格。ギャルミ先生ありがとうございます。うん、やった。あとこれ覚えました。あげ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 あ、お願いします。はじめまして、衣ちゃんも行きましょう。はじめまして。はじめまして。あげ物衣って言います。ちょっとじゃあ2日目です、ここに来て。いらっしゃい。そうかそうか。はい、これは救急隊ライドのマシロチ君。よろしく。あ、先生なんですね、マシロ先生も。あ、そうだな。どうかある。おー、え、サンクチュアリ太鼓さんは何してるんですか。私もそう、命を救ってるの。その見た目で。ちょっとどういう意味、どういう意味、どういう意味。この見た目で救われる側みたいな、ちょっとなんか病院みたいな、むしろ奪う側みたいな。なんか悪そうな見た目してる。じゃ違う、悪くないよ。私ね、ちょっとこれ覆面パトカーとか覆面警察官って知ってる。あ、知ってます、知ってます。私覆面救急隊なの。あ、そうなんですか。かっこいい。だからその見た目でごまかしてるんだ。コロモさん待ってくれ。そうよ、はい、悪い格好じゃないだろそもそも。ちょっとなんか悪そうじゃないだろそもそも。なんかサングラスが悪そうじゃないですか。サングラス偏見すごすぎでしょ。ギャグみたいなサングラスかけないでしょ。みんなやった、ありがとうございます。行きましょう。すごい、あ、ごめんなさい。はじめまして。あの人もはじめまして。あ、なんか4人乗りの車出せる人いるかしら。うわ、4人乗り出せますよ。じゃあマシロくんにお願いしましょう。コロモさん、その頭はなんだ。新しい職業。これはなんかドリンクホルダーなんですけど、飲み物入ってないんです、これ。あ、そうなの、はい、ドリンクホルダー。くせません、横乗っちゃいました。いいです、いいの。どこでもいいよ。あ、ありがとうございます。ハーネスちゃんとつけて。あ、そうね、確かにハーネスね、ちゃんと、はい、見合いで。ありがとうございます。ちょっと待って。ああ、
え、な、その歩き方どうしたんですか、太鼓さん。あ、いや違うの、私はね、女ってね、一番大事なのは腰だと思ってて。すごい。そう、女とうどんは腰が命なの。わらもちゃんもね、腰を意識して歩いてみてるといいわよ。はい。もしかして左側から入ってください、右側から入ると、太鼓さん、消えますよ。危うく消えそうだったわ今。本当に危なかった今。何屋さんこれ、何屋さんなのこれ。いやね、それに行くの、太鼓先にいてちょうだい。太鼓先。ええ、ちょっと待って、なんか腰が素敵、石膏だと思ってる私のこと、なんか。探検しましょう、探検。怖いな、大丈夫。探検ダンジョン、ここ怖いわね。なんでしょうね。やばいやばい。え、なんか猫の声した、今。猫、猫、あら、猫が迷い込んでるのかしら。うわ、鳥肌立つわね。働かせられないわね、ちょっと。ここ体験入店怖いな。ちょっと体験入店怖いわね、ちょっと。食べられないから、ここで。ちょっと、そうよね。自分が憎いされそう。これ、次来たら並んでるかもしれないわ、私たちがここに。いやだ、首が並んでる。怖いわよ、ちょっと。うちの首が。トリケラトプス？トリケラトプスの肉？トリケラトプスの頭蓋骨？これ、な、なにこれ、これ、なにこれ。なんだこれ、本当に何？怖い、トリケラ…でかっ。でかいんだけど、これ何？恐竜これ。何に行く、本当に。え、待って、太鼓さん、後ろにいない、みんなが。え、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に怖い、本当に怖い。みんないない、みんないない、太鼓さん。太鼓さん、走れないの、それ。走ってる、走ってる。やばい、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 やばい。やばい、来た、これ見よ、早く太鼓さん、これ走って、太鼓さん、走って、太鼓さん、私が守るから、これも来た、ブル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 、マシロ先生と横山先生いた、やばい。今日のご飯はお前たちか。やめてください、美味しくないです。猫も驚いてるわよ。美味しくないです。食いてるわ。食いに来ました。あー、いいぞ。めっちゃ見られてる、怖い。食いてるんだ、食われるんじゃない、これ本当に。食いたいんだね。怖いわ、ちょっとここ。ここって店員募集してますか。よく聞けたわ。すごい勇気だ。あー、まあ店員はな、今んとこ来てるよ。なんだおめえ、死亡動機ないでしょ、あなた。どこにあるのよ。お前マジか。2日目です、ロスタートスに来て店員さんも食探してます。何でもします。体験がしたいのね。はい。おめえ、さばけるのかに行く。さばけます。さばけるんだって。で、まあとりあえず一旦連絡先を交換してから。あ、すごい、親戚。はい。あ、すごい。まずはな。はい、お願いします。あとはうちの商品が合うかどうかとか、いろいろ考えなくちゃいけないんだよ、こっち。いや、身元を確認するんですよ。ここで、あー、そういうことね。太鼓さんと真城先生にも送っていいですか、連絡先。あー、いいわよ。こっち。あー、じゃあ、なんだ、お前ら、食いたいのか。なんか、なんだっけ、何ができるんだっけ、裏割れ肉、あの、ガチャよね。ガチャ、ガチャ、ガチャまだやってる。やってるさ、やってるけど、ちょっと待って、バンの前のとこがいらんか。バンの前。じゃあ、バン最近は移動販売を主にしてるんだが、バン前集合。バン前、コロモちゃんね。はい、コロモです。え、ちょっと食決まったらちょっと連絡してちょうだいよ。わかりました。知りたいわ、どうなったか。届けに行きます、食べ物。ちょっと、まあここだったら食べてくださいね。ここだったらちょっと嫌なんだけどね、本当。本心を言うと怖いわね、ちょっと。え、なんで働こうと思ったの、ここで。ちょっと、やっぱりお肉が好きなんで、ハンバーガーにしたい、ここの肉を。あれ見てもすごいよね、あんち見てもお肉好きっていうのはちょっと本当に好きなのね、あなた。はい、揚げたい、ここの肉を。揚げたい、はい、そうなの。揚げ物が好きなの。揚げ物が好きです、ジャンクフード。あら、いいわね。でも太鼓さん、ジャンクフード食べるのなんかスタイル気にしてそう。いや、もう全然食べるわよ。全然食べるの、すごいね、怖い怖い、走ってこないでください、怖い、本当に。あー、他の二人はどうでした。あれ、他の二人は食べたの、あなた、もしかして。やばい、守らなきゃ。真城先生、四葉先生、逃げてください。真城先生、四葉先生、逃げていったよ。真城先生、四葉先生、逃げて。怖い、あの人走り回ってる。太鼓さん大丈夫かな。太鼓さん走るのめっちゃ遅いから。あい、何してるんですか。なんで。あ、ちょっとクレスされそうになって危なかった。太鼓さん足遅いからなかなか来ない。
ね。太鼓さん来た。私無線で言ったのに。あ、無線入ってなかったわよ。ええ。え？ないわ今それこそのとこ行ったら。俺の手元の中にガチャができる用意ができた。はい。そうなの？ああ。ね、丸肉ガチャっていうのはうちのな商品がダイスに対応してて、はい、1から6の対応した数字かける5。5。だから15個の商品が出てくるんだけど、あら、うん、で、ダイス3つ振ってゾロ目だったら大当たり、ピンゾロ大当たり、6ゾロ大外れ、ひふみ地ゴロ中当たりっていうのを最近やってる。はい。で、一振り20万っていうことをやってんだよね。一振り20万ぼったくりだ。あのねこれぼったくりでもなんでもないのよ、意外と結構ギリギリなライン攻めてんの。じゃあ、コロモちゃん、今回は私が払ってあげるわ。いいですか、タイコさん。大丈夫よ。やるといいわね。コロモ行きます。ほら、行けるわよ。うわー、惜しい。惜しい。惜しい。いや、惜しいわね。ひふみだったな。いや、惜しいわよ。5、2、1な。はい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 、はい、では、結果発表。5、2、1。お、うちの看板商品と新メニューが食えるじゃん。すごいじゃない、コロモちゃん。コロモちゃんにマレコロと、マグルドアイズと、そしてうちの看板メニュー、マレ肉だ。マレ肉キモい。うちの看板メニューだ。キモいのだ。そうだ、俺の手でニチョニチョコネコネしたらそうなんだ。私もらわなくてよかった。あ、味見していいですかこれ。出ろ。味見も何も自分が買ったんだからな。あ、おいしい。お腹いっぱいになったこれで。すごい。パンパンか。もうバグりそう。こんなキモいのにうまい。意外とちゃんとしてるんだ。さあ、あんたもやってろ。じゃあ商品は全部コロモさんにあげるけど。いいんですか、食べたくないってことですか、真城先生。サイコロで振るよ。ゾロ目な。頑張れ。ゾロ目振ってみろ。出るんじゃないのこれ。あ、じゃあ行きゾロ目。あ、惜しい。惜しいわ。6、6、3か。あんたいらないの。うん、コロモさんに全部あげる。ありがとうございます。美味しくいただきます。初心者プレゼント。やった。あとね、入り用になるからね。ありがとうございます、マシロ先生。楽しかったな。はい。じゃあ、あんた本当に働きたいの？働きたいですよ。働かせてくれるんですか、ここで。まあ、ちょっと様子見しながらいけないのと、ちょっと面談もしなくちゃいけないの。あ、面談任せてください。任せてください。こっちが任せるんだよ。そうだった。でも元気いっぱいでやる気も十分なんじゃない？そうです。まあ、肉屋といえば揚げ物だからな。まだ相性いいだろう。そうです。スマイルも0円です。スマイルも0円か。うちはね、基本的に、あ、いや、まあどうしよう、一旦これ解散した方がいいのか。あ、ありがとうございました。あ、ね、コロモさん、まだギャルミさんが用があるって言ってたよ。あ、そうなんですか。じゃあ、あんたさ、はい、それ全部終わってからうち来ないよ。あ、わかりました。じゃあ、いろいろ終わったらここまで来ます。あ、じゃあ連絡します、うん、電話で。はい、あのね、レディオン前って言ってみんながいる駐車場前で販売してるからさ。おー、はい、基本は。だからそこに来ないよ。え、繁盛してます、ここ。繁盛してるぞ。1週間以内よりすげえ繁盛しちゃった。わー、任せてください、接客得意なんで。よかったな。接客得意。はい。あ、俺口下手だから頼むぜ。あ、任せてくださいよ。本当に口下手なんだから。恥ずかしい。どこがよ。恥ずかしいんだ、本当は。ペラペラ喋れてるじゃない。まあ、ごめんね、素顔もう隠さずに。はい。あら。あらあらあら。はい。俺の素顔はこれだ。別にいいよ、別に。しなくても。なんでだよ。顔を見せないのはマナー違反だろう。ありがとうございました。じゃあこれも待ったんな。はい、連絡します。あとでちょっと連絡くれよ。はい、終わったら連絡します。うん、やった、嬉しい。肉屋だ、肉屋だ。はい、ありがとうございました。よかった、皆さんよかったわね、このもちゃん、本当に。はい、ありがとうね。ありがとうございました。お世話になったわ。本当だ。あれね、ギャルミさんちょっと救助に行ってしまっていると思うから。はい、よいしょ。病院で待つといいな。はい、うん。コロモさんを丸肉屋でいろいろ見てきたのよね。はい、見てきて、もしかしたら体験入店させてもらえるかもしれないです。はい、キーラ、一発であそこ案内するなんて、なんて野郎だと思ったけど。合ってたんだ。結構いい人でした、店長。
はい、そうね、はい、お顔も見せてくれたし、そうです、お顔見せてくれました。リクしてる。よし、じゃあいくぞ。はい、はい、いきます。あ、どうしよう、これどうやって止めるんだ。ギャルミ先生、これどうやって止める。ダンスが止まらない、ギャルミ先生。大体のことは解決する。あ、ありがとうございます、止まりました、ね、焦った焦った。ちょっと出かけてくるね。行ってきます。行ってらっしゃい。え、どこ行くんですか。内緒、楽しみだ。乗りな。え、これバイク乗れる。わー、かっこいい。かっこいいよね。はい、しかも色もかわいい、ギャルミ先生の。うん、これね、昨日、ん、昨日だっけ、はい、今日か一昨日ぐらいにやってもらったんだよ。うん、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいよね。はい、どうぞ。なんだここ、ありがとうございます、先生。はい、あ、あら、こんにちは。あ、出た、大川さん。あ、知り合い。はい、あの初日に会って、大川さんだ。静かに。はい、すいません、静かに。大川さんに落ち着きがないってこの間怒られて。やべえな、引き合わせちゃダメな人引き合わせたの。もう決まってる感じ。うん、車かバイクを買おう。はい、うん、そこ買ったら またなんか、まあ連絡して。あ、わかりました。あの、買ったら結局その車で移動するから。はい、また病院来てもらってもいいし、まあそこからどっか行ってもいいし、はい、で、岡はちょっと引き継いでもらってもいい。オッケーっす。はい、ごめん、ありがとうね、忙しい。ギャルミ先生、ありがとうございました。いい、ね、はいはい、あげこれでできるかな。初めての電話だ。あ、もしもし、ギャルミ先生、車買ったんで今から帰ります、車で。ああ、病院来れる一旦。はい、病院行きます。してよ、見してよ。はい、ありがとうございます。じゃあ急いで行きます。行ってきます。よいしょ。みんな気をつけていこう。この車無駄にするわけにはいかない。しっかりしっかり、ここでね、ここで事故るわけに。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。なんかあったかな、みんな。みんな、なんかあったか。寝落ちをみんな、あー、まだこれから、まだ立ち直れる、まだ立て直せる、まだいける。どっちだっけ、右が通行だから。やばい、こんな、ちょっと待って、ギャルミ先生にこれから見せるのに。みんな、これからギャルミ先生に見せるのに、こんなボロボロになっちゃう。もうやだよ、こんなの見せ。こんにちは。こんにちは。すいませんでした。初心者です。あ、あ、オッケー。ちょっとゆっくり行こう。ちょっとこれからギャルミ先生に見せるのにさ、こんな乗ってないよ。だ、危ない危ない。すいません。失礼しました。ちゃんと赤信号止まって。ここなの見せよ、恥ずかしいよ。なんかなかなか信号長いけど大丈夫、これ抜かしていいの。すいません、抜かしていいですか。失礼します、急いでるんでね。こっち行って、危ない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 、うわー、すいません、下がります。すいません、危なかった。ギャルミ先生に見せに行こう。黄色にしました。はい、こっちの駐車場に止めれる。ここ駐車場、ここね、緊急車両だから。うん、はい、ここに。うえ、いいじゃん。わーい、ありがとうございます。ギャルミ先生のおかげだ。いい、はい、え、なんですかこれ。ありがとうございます。ハンドクリーム、ハンドクリーム、いい匂いだ絶対。しっかり手、最近カサカサするから手に入れときな。はい、ギャルミ先生いい匂いしそう。ありがとうございます。今日なんか全部終わったら、そのマリ肉屋の人に連絡したら、面接っていうか体験のことやろうって言われました。うん、オッケーオッケー。なん
他に、まあ、いろいろ楽しんで、はい、ありがとうございます。もしなんか困ったことあったらまたいいな。はい、もういつでもギャルミ先生のとこに行きます。あと肉持ってきますんで。うん、ありがとうございました。ギャルミ先生本当にここまでいっぱいありがとうございます。いいよいいよいいよ。あげあげ、今からあの レギオンに行ったらいいか。レギオンにいるって言ってたもんね。ここか、ここここ、あ、あった、こっちか。オッケー、わかった。おっと、やっちった。ここか、ここか、やっと来れた。あー、ここか。マレ肉屋さんいますか。マレ肉、あ、マレ肉屋、あ、マレ肉屋さん、ここに来ましたか。あのジャーニーじゃない、はい、あれ、ジャーニーの声がする。正面のジャーニー、あそこの正面の、ありがとうございます、教えていただき。ジャーニー、おはよう。おはよう。これか、これ、これマレ肉屋、これマレ肉屋ですか。違うか、あ、電話かかってきました、ありがとうございます。